まずは海外投資家の動向なんですけれども、現物で1兆円超える買い越ししてきております。1兆1821億円の買い越しとなっております。先物では3467億円の売り越しなので、海外投資家は現物先物合計8353億円の買い越しとなっております。個人投資家は6347億円の現物の買い越し、そして先物で1483億円の買い越し、現物先物合計7831億円の買い越しとなっておりますので、海外投資家、個人 ととともに割と大きめの買い越ししなってておりま一兆億ぐらいいですす。かね買越しとなっておりま兆円超えの買い越しは今年初ということでこちらはグッドかなと思います。それが海外投資家どこですね。で、ドル円も大きな動きありました。153.2円ということでこうずっとこう超えられなかった152円の壁があったんですけれどもその152円の壁をぶち抜いてきましたということで割と歴史的な日に昨日はなりましたね。で、何があったのかというと昨日、 CPI が発表されましてアメリカの消費者物価指数ですねアメリカでどれぐらいインフレ進んでるんですかということで CPI が出たわけなんですけどもそちらの発表の結果を受けてドル円動いてるっていう形ですね結果自体はプラス3.5%となっておりますなのでアメリカの消費が意外と強いぞとでこうなってくると利下げのタイミングがもっと後ろにずれてくるんじゃないかっていう話ですね FRB の 6月利下げはさらに後退する可能性がある。アメリカの金利も5%目指すんじゃないかっていう市場関係者の声も出ておりまして、そんなこんなで昨日の CPI 受けてアメリカの再建利回りですね、4.5%と上昇してきております。日本の再建利回りも上昇してきていると。だから再建利回り上がってくると株式市場はですね、あんまり上がらないってよく言われてます。だから利回り上がると株あんま上がんないみたいなね、そういう形で、昨日も S&P500 は0.95%。約 1%, 1の下落となっておりますなのでなかなかインフレ収まらないなーっていうこれから FRB の舵取りが非常に難しいまあ結構ねタフな状況にはなってきてますね。 はいというところが全体感の振り返りです。ここからは日本株の個別株の話していきたいんですけども、今日の下落率ランキングです。2289名から下落しておりますけれども、目立つところで言うと吉野家ですかね。マイナス10.36%の下落となっております。冷やしちゃうとこんな形でございます。こちらに関しては昨日決算発表しております。4月10日の決算ですね。売上高8.3%プラス 営業利益12減最終利益益減減最終これが本決算だったので今年1年間吉野家これぐらいでやってきますよっていうその通期見通しで減益の見通し出してるんで純利益が去年1年間よりも今年1年間の方が下がってしまいますってなったら株価上がるの難しいですね利益が上がるから株価が上がるわけでそういう話で、えー、26%ぐらい今年は 現役になってしまいますよとなると株価が26%下がっても全然不思議ではないっていう話ですねそれ以外の銘柄だとサイゼリアですかねこちらも8.84%大きく下落しております冷やしのチャートこんな形で最近ずーっと上がってたんですかね調子よくスルスルスっと上がってたんですけども今日8.8%下落してましてサイゼリアも決算発表ですね第2クォーターでしたけれども売上高は27.6%プラス営業利益は24億円黒字転換して 来ております。サイゼリアの通期見通しが営業利益131億円でございますとすでに出てきてる営業利益でだいたい60億ぐらいですね、まあ、だからほぼほぼ通期見通しに対して半分ぐらいで進捗してはいるんですけれども結構売られてますねそこまでなんかめちゃくちゃ悪い決算かっていうとそうでもない気はするんですけど進捗通りっちゃ進捗通りなんですけどもうちょっと期待してた部分とか値上げ全然しないんかいみたいなねなんかそういうのはあるのかなと思いますサイゼリア 本当に海外ですごい稼いでるんですけど、日本はですね、まあ、そこまでめちゃくちゃ稼いでるわけでもないんで、やっぱり、ね、国内の値上げっていうところを投資家は望んでるかなと思いますけど、我々一般消費者がしたら、サイゼリア使う側からしたらね、値上げしない方が嬉しいんですけど、そういったその投資家と消費者のね、間でのそのギャップはあるのかなとは思ったりもしてます。その他の銘柄だと、パルグループですかね、3COINS でおなじみですけども、6.86%と、今日も続落となっております。冷やしのチャートこんな形 ですね、昨日も大きく下落して窓を開けてぐぐっと下げたんですけども今日もずっとじわじわ売られてると、まあ、なかなかねリバウンドが来ない。 いう形ですね。パルグループも本決算を4月9日に出しております。売上高は5.7%プラス、最終利益は0.7%プラスなので、一応最高益見通しであるんですけども、配当金はね、50円、50円で据え置きしているということで、そこまでね、強気には出てないですね。配当利回りは2.58となかなか上昇してきております。パルも本当にこう円高の方がプラスなんですね。3COINS とか、その100均とか、そういう、まあ、2 ニトリとか無印とかもそうですけど、そういう銘柄って、円高の方が利益出やすいんですよね。でも今153円まで来てるんで、ちょっとね、この円安に触れてくるとなかなか買われづらいっていう、そんな形かなと思いますね。まあ、ニトリはね、ずっと上がってて、なんかあれだけちょっと動きおかしいんですけど、基本的にはやっぱりこのパルもニトリも良品計画もね、円高の方が本当は株価上がりやすい。 いうそんな銘柄ですねで。その他で下落してるところで言うと山岡屋とかですかね。これもすごい好調で、月次が昨日出まして、月次そんな悪くないんですけどね。月次出尽くしみたいなところはあるのかなと思います。6.47%下落ですね。それまでにね、すでに結構上げてますんで、えー、期待値はかなりあって出尽くした形かなと。その他だと MA 総研とかですかね。これも最近あんまり強くないですよね。この辺りの銘柄。ちょっと とね、最近風当たり強いですよね。で FP パートナーとかも5.78%下落してますと。 で、逆に上げてるところですね。上昇銘柄1689銘柄となっておりますけれども、ホームポジションとかね、これ材料でクオカードですね。最近こうなんかスタンダードの時価総額ちっちゃいやつの、こうなんかどうにでも慣れ的な感じのクオカードをめっちゃ配りますムーブがありますよね。ホームポジションこれ時価総額24億でかなりちっちゃいスタンダードで、上場維持できるかどうかみたいなね、ちょっと際どい銘柄がやっぱクオカードをすごい額出してくるっていう。これはね、 僕も年始に動画出して、まあ、そういうムーブ絶対来ますよっていう話は事前にしてたんですけど、まあ、やっぱりそういうの来てるかなと。 思いますね。この今日値上がり1位で51%上がってますけど、このデュアルタップもクオカードメガですね。時価総額30億以下でございますけれども、まあ、なかなか触りづらいというか、触る必要はないと思うんですけど、クオカード系でぶち上げてる感じですね。このデュアルタップとか、ホームポジションとかね、えー、そういうムーブをしております。まあ、あと大きく下落で目立つところは、トレファクとかですかね。こちらも本決算ですね。売上高が17.7%プラス、最終利益は10%プラスと2桁増収増 like 着地してます。配当金も28円から32円に引き上げてまして、配当利回り2%ですね。今日は12%の大幅上昇となっております。まあ、チャートもね、こうギュギュギュと復活してきているような形となっております。他上昇目立つのはモノタロウですね。11.49%上昇してます。まあ、なんだかんだでね、この辺りで底打ちして今回復しておりますよと。月次を昨日発表しましたね。それを受けて今日大幅高してるんですけれども、YOY の売上に関しては106% なんで3月がプラスでで月月月は1月は3で3月の売り上げ見るとねなんか鈍化してるなぁと思ってはいたんですけど新規顧客獲得のアカウント数が1万40008万30009万2000ということで回復してるっていうふうに思われたのかなと思いますね、まあ、僕最初これ月次昨日見た段階であなんか鈍化してるなって思ってたんですけど今日すごい上げてたんであこれ回復って思われてるんだっていう。 上ってる銘柄で目立つのはそんなところですかね逆に年初来安値取ってきているところですけども85銘柄プライムではあります最近ねちょっと少なかったんですけど今日85銘柄といやいやこれまでに比べるとちょっと多いかなっていう下げているところだとコトブキスピリッツですねこれも円高の方がいい銘柄ですけれども下落してますよとあとね外食系とかね あと、その飲食系の商社というか、下げてるのが目立ちますかね。明治とかね。大道、横霊、トリドール、コメダ、薬の青木、ね。このあたりの小売り系も下落してますと。で、シフトも今日決算発表しましたけど、新安値取ってますね。あと、GMOPG。このシフト PG、ベイカレとかね、なんかそのあたり、あんまりなんかね、ずっと資金入ってないなっていう感覚あります。あと、メルカリですね。これもずっと売られてて、なかなか風あたりが強い。 ヒーパーですね。これも月次出てからずーっと売り込まれてますね。MA キャピも下落してますと。前哨もね、一時強かったんですけど、今日4%下落してずーっと売られてますね。去年強かったんですけどね。ずーっと上がってて3倍ぐらいになってるんですけど、今、えー、下落してますと。あとは昨日、下方修正発表して結構ね、SNS で話題になってた KDDI なんかも新安値ですね。4300円で。 こう何回か反発してる4,400円割れてきてると、チャートの形になっております。あと、吉野家、王将もね、新安値、ね。じゃあ逆に何が上がってるんですかいいということで、新高値121銘柄ありますけれども、原油系2ですね。インペックス、石油、資源、新高値取ってます。で、あともう暴れ倒してるのが、電気系と電気工事系、あと電線ですかね。もうそのあたりがもう極悪な動きしてます。 ちちゃくちゃく強いですね。中電工、新高根、ね、関電工、新高根、ね、金電も新高根、ね。この辺でね、電気工事系ですよね。給電工も強い。あとはもうね、極悪電線三兄弟ですかね。まあ三兄弟っていうか、まあいろんな会社ありますけど、電線三兄、古川、住友、藤倉、SWCC。このあたりももうなんか、えげつないチャートしてますよね。藤倉とかもうなんか、いつまで上がるんっていうぐらい、もうエえやロ感出てるぐらい、ずっと上がってますね。 で、あとは電気系ですよね。中部電力、関西電力、中国電力、北陸電力、東北電力、四国電力、九州電力、北海道電力、もう北海道電力とかもうちょっと、え、これやりすぎでしょっていうぐらい上げてて、昨日ね、かなり売買代金つけてグッて上がったんですけど、今日それをさらに上回る2倍ぐらいの売買代金つけて7%上昇っていう完全格変モード入って、 てる感じですよね。この辺りの電力系は、ま、要は AI とか半導体が今すごい盛り上がってて、で、ちょっと前までやっぱね、半導体銘柄とか、その AI 銘柄とか、ど真ん中系が普通に買われてたんですけど、ま、やっぱ設備投資するよね、とかね、工場たくさんできるって、じゃあ電力使うよね、とか、データセンター投資がすごい盛り上がってたりもするんで、マイクロソフトがデータセンター日本に投資とかね、そういうニュースとかも出てて、やっぱ規模もでかいですし、数千億円っていう投資してるんで、じゃあインフラ整えないといけないよね、っていうことで、その電力消費 増えますよねっていうイーロンマスクとかもそれに言及してたりするんですけどそんなでまあ、電力系本体上がってるしそれに付随して電気工事も上がってるし電線も強いしみたいな形でこう AI 半導体のど真ん中銘柄から要は東京エレク、ディスコ、アドバンテスとかねそういうところからちょっとずつね電力系っていうかインフラ系っていうかそっちにシフトしてるっていうのが、まあ、前から続いてる流れですかねモメンタムずっと続いてるようなここからは本日決算出た銘柄見ていきたいんですけどまずはシフトですね第2クォーター でございましたけれども、売上高は29.7%プラス、営業利益12.3%マイナス、最終利益は97%プラスとなっております。この売上だけはずっと30%ぐらいで伸びてるが利益が減ってる。 っていうで進捗率は36%となっておりますこの段階だったらね進捗率は50%ぐらいが好ましいんですけど下回ってますよと決算説明資料にも何回も何回もくどいぐらい書かれてるんですけど想定通りだと会社見通し通りだっていう話でその採用だとか人件費だとかそこにお金すごいかかってるんであんまり利益出ないけどそれは会社見通し通りまあ言うたら矢上ライト風に言うと計画通りみたいな、まあ、そんなデスノート的な展開になって わけなんですけど本格的な回復は閑散期の4月5月を抜けた第4クォーター以降の見込みですと今はねあんまり利益出ない 売り上だけとりあえず伸ばそうみたいな、ね、っていうのを何回も何回も同じことを書いてます。まあ、57ページあるんですけど、ここにもね、書いてますけど、本格的な復活は第4クォーター以降ですよ。M&A してるし、採用とかもやってるし、っていうことでね、そのあたりでお金使ってますと。まあ、だから決算説明資料まで読んでね、あ、これなんか意外といけるんじゃないと思うか、ここのパッと見の数字だけ見て売られるか、まあちょっとどういう展開になるかわからないですけどね。まあ、そもそもこのセクターっていうか、このジャンル、あんまり今資金来てないんで、さっき ね、メルカリとか GMOPG とかもそうですけどどういう展開になるかという感じかなと。 思いますね次の銘柄ですけれども、ローセですね。これはすごかったですね。本決算を発表しました。売上高29.5%増、営業利益31%増、純利益17%増。そもそもの見通しが最高益見通しで回復してきてますけれども、それだけじゃない。自社株買いもやりますよ。0.085%、めちゃ少ない。で、それだけじゃないんですけども、株式分割します。10分の1分割、ぶちかましてきますよと。で、実際分割 9月1日からとなっておりますローツェはですね200万するんで高いんですけどすごい調子よくてチャートも強いんですよね。 はい、こんな感じで、引きのチャートで見ても、ずーっと上がってます。まあ、ただね、200万超えてくるんで、あんまりなんかそこまで話題には出づらいんですけど、半導体管理のね、その、運ぶ箱を作ってる、そんな会社なんですけれども、えー、非常にね、強いです。で、これが十分割したら、やっぱね、すごい人気出るんじゃないかなと思います。で、今、PTS 20%近く、うん、ぶち上げてます。ということで、ホールダーの方、おめでとうございます。で、決算説明資料の中身なんですけれども、AI 向け半導体と HBM、ここが急速に需要が 増えてますす素晴らしいですね今後の見通しに関して半導体市場は生成 AI の急速な活用拡大主要国における半導体生産の強化などなどの背景に強い成長が見込まれると特に中国市場における急激な需要の増加に対応するために中国子会社での増産体制を構築整備いたしますと書かれてるんで中国 急激な需要増加してるんだなっていうのがここで一つわかると株主還元に関しても頑張っていきますよということでね増配もしっかり やってきてきおります最後は三井不動産ですね。配当金10円増額しております。配取り回り1.76%に上昇。そしてそれだけじゃない自社株買いもやってきております。発行済み株式総数に対して1.43%。まあ、1.43%あんまり多くはないですね。ちょっと少ない。朝ごはん、納豆だけみたいな、それぐらいの感覚ですね。中継ですね。やっぱ一番ここが素晴らしいかなと思います。中継出してきてます。2026年目標と2030年前後の目標とね。 こう大きめのやつと、手前めのやつと、2種類出してきてますけれども、制作保有株も減らしていきますっていうことが書かれてるんで、三井不動産が株持ってる銘柄って割とあるんですよね。まあディズニーランドとかもそうですし、TBS とかも持ってますけれども、まああとリソルホールディングスとかですかね。まあそのあたり持ってたりしますけど、いろいろこう、三井不動産が株を保有してる銘柄あります。何十銘柄ってあるんですけど、そういったやつも縮小していくよっていう話なんで、まあまあそういったところにね、なんか連想を といいいうううか、かそういうのは出るかもしれないですね。2026年の純利益目標が2700億円以上で出してきてまして現在が2200億円ですねで5月10日に本決算出してきますで、ね、そこでは2025年の通期見通し出してくるんですけどもここで2026年の目標を出してて2700億なんで ほぼ格でね、増収増益で、2025年本決算、この5月10日出してくるという話ですね。皆さんが気にしているであろう株主還元に関しても強化していきますということで、累進配当を導入しております。で、配当成功ももともと25%とか30%だったんですけども、直近でね、こう引き上げてきてます。35%程度。で、総還元成功に関しても、毎期50%以上目指していきますよと。もともとはね、そこまで総還元成功高いわけじゃなかったんですけど、そこも頑張りますということ。 で、自社株買いもやるし、配当も出すしっていうことですね。で、事業投資ももちろんやっていきます。だからどちらかというと事業投資が一番ウエイトをでかいですね。 で、それ以外に関しては株主還元やりますというお話で、だから業績そのものも伸びていくし、株主還元も頑張るよという中継を開示しております。チャートはこんな形ですね。まあ不動産系もね、実はずっと上がってます。はい、素晴らしい。それで今後のスケジュールこちらのようになっております。まだまだ決算シーズンは続いていきます。明日はベイカレントとか、まあこのあたりはね、個人投資家大大大好き銘柄ですよね。 えー、その後でそれ以外も外食系とかもたくさん出てきますと本当決算一撃でね十何上下してくるんで本当に自分の持ち株ねしっかりチェックしておいた方がいいんじゃないかなと思いますはいということでございます以上